保護者の皆様、こんにちは。日本電子専門学校校長船山世界と申します。本校のオープンキャンパス&体験入学に合わせてご挨拶をさせていただきます。本来であれば学校にお越しいただき直接ご挨拶をさせていただきたいところではございますが、コロナ対策としてビデオ映像となりますことをお許しください。令和2年度当初よりコロナ禍に対する文部科学省、東京都庁、新宿区役所などの要請や指示に従い、学生・教職員の安全・衛生を守るため本校では施設設備や授業運用において数々の感染対策を講じております。特に授業運用においては講義科目に原則オンライン授業を導入し、全学生のおおよそ半数が自宅などで授業を受けるようにして登校人数を減らしております。また実習演習科目は対面授業とするハイブリッド運用を行い、本来の教育と同等の教育の質を確保しております。今後も引き続き安全、衛生、感染症対策を最優先に授業運用を進めてまいります。さて、日本電子専門学校は開校以来70年以上にわたりエンジニアとクリエイターを育成し、多くの卒業生を産業界に輩出してまいりました。卒業生が活躍する CG 映像、ゲーム、アニメ、デザイン、 AI IoT、 ビジネス、電気電子の業界はいずれも今をときめく成長産業です。 SNS、 AI IoT、 5G、 キャッシュレス、e スポーツ、そして DX などといった新しいキーワードたちはすべて情報技術を基盤としており、新しいサービスの出現や発展につれて本校卒業生の活躍の場がますます広がっています。なお、本校では令和5年4月に DX スペシャリスト科を新設いたします。DX に興味のある方、 DX スペシャリストとして産業界で活躍したい方などにご入学いただきたいと思っております。ぜひよろしくお願い申し上げます。このような世の中の現状を受けて、コロナ禍であっても企業から本校学生を採用したいという声がたくさん寄せられております。コロナ禍の大きな影響を受けた令和4年3月卒業生の就職活動においても、オンライン面接などに苦労はしましたが、最終的には全体で 90% を超える非常に高い就職率を達成いたしました。本校にご入学いただきましたら、多くの友人たちと学生生活を楽しみ、切磋琢磨して知識、技術を身につけ、資格を取得し、社会人基礎力を身につけていただきます。そして、目標とする業界、企業にエンジニア、クリエイターとして就職し、卒業後には優位な人材として社会に貢献していただきたいと思っております。つきましては、本校へのご入学に関しまして、前向きにご検討いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。この後、本校担当者より、保護者の皆様へ本校の説明をさせていただきます。ぜひ本校を深くご理解いただければ幸いです。また、個別のご相談、ご質問につきまして、
本校ホームページよりお問い合わせいただくことができます。遠慮なくご連絡いただければ幸いです。以上をもちまして私からのご挨拶とさせていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。